場所。ありがとうございます。なんかあ、そうメリークリスマス。ちょっと今ねサンタさんの帽子があっちに行ってしまったということなので、じゃん。あ、それはね、あの予備、あのサラの被ってるのがはるかだけど、ちょっとトナカイを被ろうと思います。見てください、このかわいいお目目、トナカイさん。今ねあんまり安定してないところで配信していまして、充電をしながらだからちょっと大変な時間ですね。中居というよりもね、ちょっとインパクトが強いでしょ、ほらかわいいね。これをはい、こうやって待って、もうちょっとさうまくかぶりますね。よっこいしょ。あ、もう髪の毛中身でボサボサ。かぶれん。今日の朝忘れたクリスマスグッズ、サンタさんの帽子もあるんだけど、ちょっと後でかぶります。あ、全然見えない。これ今どうなってんの。あ、思ったより恥ずかしい。このえ頑張ったでしょ、はるかも。どら焼きみたいな色してるこのしかし、あれ髪の毛的に無理。サラちゃんのサンタ可愛い。髪の毛的に無理。皆さんにプレゼントを配る。違う。トナカイ。サンタがトナカイはゴミなんですかね。トナ。はい。ありがとうございます。25時間前にありがとうございます。ちゃんとしてる。みんなね今ね各恋するのがたまずで。トナカイです。トナカイです。ありがとうございます。ハートありがとう。わー、ちょっとこの状態だとここしか見えないね。こんな感じ。真っ赤なお花の。本当に嬉しい。2019年100回。めっちゃ笑う。おもろい。ごじゃんさん、かけありがとう。なんとね、私このタイムスケジュールさ、その中で。そうなの。クリスマスのね、トナカイなんですよ。わあ、ね、あ、これこうやって貼れば分かりやすいのか。
から11時、5時ぐらいから30分まで寝る方やることです。明日の配信には誰かも前回一日中やってた時やってたね。鼻の下では止めないですね。あんまり大変な映像になってしまっているのですけど、まあ、やっぱ撮りますやっぱ撮ります。ちょっとね、重いね、頭が重い。あ、ブシャブシャだ。はい、撮っちゃいました。じゃあ一緒に出演してもらおうかな。一緒におしゃべりしましょう。はい、こんにちは、こんにちは。今日はクリスマスということで、あの世界中のね、子供たちにサンタさんと一緒にプレゼントを届けるのどうでしたか？すごく疲れたけど、朝子供たちも増えて幸せ。そうなんですね。やっぱり子供たちの笑顔を見れるっていうのは素敵なお仕事だなと春子も思います。そうなんですよ。今日のある女の子が女の子のグッズが欲しかったみたいなんですけど、おままごとのグッズの頭をあげたらすごく喜んでました。あとフライパンのフライ返しも喜んでました。あ、そうなんですね。お玉とフライパンのフライ返しねえねえ、そうなんです。このつぶらな瞳、喜んでもらえてよかったね。だって ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、口笛上手なの聞きたいです。でも口笛してる方が結構やばいんですよ。トナカイと申します。ペコリ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 。口笛してる顔ってなんか、そうなんですね。トナカイさんは、まあ、今日もねこうやって元気にいらっしゃるんですけど、元気の秘密ってあるんですか？そうですね、やっぱりピーマンです。僕ピーマン好きなの。そう、ピーマン、むしゃ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 、ピーマン好きなんですか？でも子供たちの中ではピーマンが苦手っていう、苦くて苦手っていう子もいるみたいで、はるかはピーマン別に苦くなって思ったことは少ないんですけど、ピーマンどうしたら美味しく食べれますかね？そうだね、チンジャオロース、ブシャ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 、チンジャオロースにして食べるといいよ。おすすめ、おすすめ、チンジャオロース、おすすめ。あ、そうなんですね。チンジャオロースがやっぱりおすすめ。やっぱピーマンをね、そう食べるといいみたいですよ。このトナカイさんはね、結構頭がよろしいトナカイさんで、だから皆さんぜひね、あのぜひ応援してあげてください。健康的、健康第一。鼻は赤なんだって。こんばんは。晴れがいい、
晴天を望んではいけないの、確かに。あ、カイロできない、そうだね、ありがとう。なんかトナカイさん、よし、疲れた疲れた、かぶるのも喋るのも疲れた、置いたの配信に行きますね。バラありがとうございます。そう、今日はね、今日はクリスマスということで、皆さんクリスマス、でもなんかさ、クリスマスイブの方がなんかメイン感ない。小さい時からクリスマスイブはワクワクしてて、クリスマスイブの日の夜になんかすごい美味しいご飯食べるし。で、なんかクリスマス、プレゼント開けるのはクリスマスの朝だけど、でもなんかクリスマスイブだよね。だるまさん、ありがとうございます。ちょっと待って、笑わないで。大雪？大雪なんで、大丈夫かな。ありがとうございます。だって、アーテンボだって可愛い。ちなみにこの子います。この子はね、結構ずっとサンタのこのクリスマス仕様だったんですけど、口笛したいのに面白くてできた。フーリーもサラが声が変だと思って、赤いんで組み合わせたかった。笑っちゃう、自分が書いてない。おぶたつさんです。治ってきたみたいですよ。やりたいのやりたいけどさ、口角が口角できない。カットありがとうございます。ピンク好きです。自分に向かって話してる。本当にやろうね。本当にやりたいの。本当に本気でやってるの。だから、ニューニューこうやってると、ニューニューかける、書いてみる。プレゼントありがとう。ツインテールの顔、自分の顔を見るのに、限界を感じて変化をしてしまうという抽象がある。明日からは、ゴブタちゃんも、お正月仕事に。ありがとう。豚さん、ごぶたつ、お正月。やるよ、やるよ。クリスマスは暗闇求む人しか聞きません。どういうこと？何かあったのかな。おばあ、ありがとうございます。ギフトもありがとう。お年玉もらえる。そう、もうちょっとでお年玉。今日は電力大丈夫。それがね、大変で、であの今ちょっと近いところに座り込んでやってるんですけど、それによってすごく眠くなってきた気がして。ちゃんとしよう、ちゃんとしよう、ちゃんとしよう。気をつけて。こんばんは、こんばんは。ニンニクちょっと失敗して。お、30分だ。バイバーイ。また来てね、次は6時、18時から。あれ、はるか何時？本当に何回もやるのやめようって、自分に15分。40分。45分。口笛できない。45分までだったよね。出せない、ほんとに。そこお疲れ、ありがとう。45分までか。
ありがとうございます。あと15分一緒に、あとそしたら、その45分が終わったらまた次の枠が行くよ。はるか寝落ちしそうだよ。それな、じゃあめっちゃ目を覚ませて。うわっ声を覚えたんだ。え、めっちゃ目覚めた。よかった。ちかなちゃん、びっくりした。え、びっくり。ごめんね、ちょっと心臓が笑ってる。本当に行こう、本当にやろう。行くよ。顔なら描けた。ヒヒは何を緊張してるの？ね、口笛出したいのに面白くてできないの。ね、どうしよう、笑っちゃうの。心が今笑ってる、めちゃくちゃ。心が笑ってる。似てるかも、だって。ほら。楽しいんだけど、心臓が笑ってる。ブロッコリーの次は何？行くよ。何？肉肉って言うて。おめぇ、できない。なんでこんなにできないの？緊張してるの？いろいろと大変ですね。そうだよ。今日の千切りを歌います。心理学者さん。爆弾あっていっぱいいっぱい緊張したいけれど、やらなくちゃいけないこと。あ無理。はるかが笑ってた。なんで？みんなの注目を。ただね、この前書いたよ。応援して応援して。頑張れ頑張れ頑張れ。ファイトファイト。言われると笑っちゃう。ほらせーの絵。ねえ、やだ。あ、いけるかも、いけると思う。かわいいとは言えない。え、すごい、なんかもう職人技。こんな音出ないもん。空気と仲がいいんですね、よっぽど。ありがとう。口笛だってね、すごいよね。
僕はバカで構わない、賢くなりたくはない、ずるいことをするくらいなら遠回りさせてくれ、なな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 なかわいい。青がやるとかわいいけど、ひながやると ね、すごいよね、こんなに口笛。すごい、ありがとう。私はできないんです。なんか吸う方だったら何分乗って心の準備しない、難しくない。口笛ってできないです。明日からたっぷりです。あ、そうですね。お化け出ちゃうね。夜やるとお化け出ちゃうっていうね。うん、星じゃない。星でも。わー、しっかり張るか。ハートありがとうございます。嬉しいハート。張る花の、花の部分。そうですね。寝ぼけてないよ。寝ぼけてないよ。はるか、また眠いの？ね、うと、だから、なんかね、しゃがんでるからだと思う。でもね、この充電器をこうやって、なんかさ、図書室とか行ってさ、座ってると眠くなるけど、立ち上がった瞬間、目が覚めるときってあるじゃん。それの現象です、今。でも、だいぶ今、起きた。今、ヤヒに、はるか、また眠いの？って聞かれてから。はいってなったので起きました。あと6分頑張って、ありがとう。あ、ね、なんで映してんの？耳に封してるだけじゃん、ね、なんで眠いの？なんか起きらさせる方法ない？いや、もう起きたって。そんなね、そんなちょっと大きくしないでください。ハートありがとうございます。ありがとう。みんな、はるかはモーニング、モーニングは朝か、グッドモーニング。ありがとうございます。待って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 、あと5分は。なんかすごいさ、高度なこちょこちょしてきた。あ、でもまあ目覚めるっちゃ覚める。え、でももう覚めてる。アフターヌーン、こちょこちょされたの、ヤヒーに。なんかね、ちょっとまあパッチリパッ、なんかもう、ああああおはるかおはるか、ちょっと今画面がね、三次元なんていうの、固定されてないので、ちょっとね、ちょっとごめんね。上から掘った方がいいな。はるかです。みんな、おはるか、今日はどうでした？
うん、どうしたの？あれ、どうやって食べるんだ？じゃあ、何を入れるのか。あー、え、食べれてるのか。難しいことしてますね。あと、ありがとうございます。次の枠までちょっと寝てね、ごめんなさい。私でも3分寝れば大丈夫なんです。だから3分引いてないよ、いつものことだよね、はるか。あはは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 、最近食べるの。はは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 、怖い怖い怖い、食べれるか分かんない。ハートありがとう。ふわふわふわはほほほほほぬおほほほはははははどうしよう、大丈夫です。あのこう見えてすごくあの今ね、正しい物差しを体の中に持ってる気がする。ブロッコリーと千切り、あのまっすぐな、何を塗ってるの？なんでなんでしてるだけ？大丈夫だよ。え、泣かないで。泣いてないよ。どこが泣いてるように見えたの？今4時2分はるか泣いてないです。携帯が熱くなってきた。みんなはるかの携帯にエールを。はぁ、頑張れはるかの携帯。頑張れ頑張れ携帯、頑張れ。熱くなるな、冷静さが大事なんだ。冷静さを取り戻せはるかの携帯、頑張れ。熱を持つな。あ、もう起きました。ありがとうございます。あのね、あ、本当ですか？21時20分、私もそうですね、私も頑張りますね。あのちょっとトナカイさんのあたりは目パッチリだったんですけど、その後トナカイさんとおしゃべりをしたら思ったよりあのそう体力を使ってしまって、ハルルン頑張れて、ありがとうございます。明日はねお休みなので。でもショールームはあのショールームはあの8時までと夕方5時からしかできないみたいなので、また明日の朝も結構早くなると思うんですけど、明日の朝やったらとりあえず寝てっていうことができるので、皆さんご心配なく、ありがとう、心配してくれて。45分まであと1分、ありがとう、バイバイ。あ、そう、明日ね、私の15歳半年記念日なんです。だからよろしくお願いします。はるか村の祝日でございます。ハートありがとう、バイバーイ、またねー。